え僕はですね、ぴょこたんっていう名前で、こういう漫画を書いてるものです。僕はニンテンドー信者ね。まず最初に僕は何をやってるかって言ったら、ドラゴンクエストタクトなんだよ。それもなんで僕がじゃあドラゴンクエストタクトやってんのかって言ったら、金儲けのためにやってたんだよ。ドラゴンクエストタクトがランキングとかで上に行けば、必ず関連銘柄は上がるだろうと。だからこそ、ゲームの質によっては、これウィークあるんじゃないかなと思って、 エイミング株の値、ね、動きに合わせて、もし、エイミング株が下がったら仕込み時だなと思って、そしたら、リリースの途中めちゃくちゃ下がってね、そこで大損したんですよ、僕は。大損ぶっこいたけど、でも、そこから蘇った不死鳥のようにですね、そっから、そこら辺でまた僕は、買い増ししましたから、買い増し。<laughs> 落ちてもうやべーってなった時に、ちょっと買って、それが今蘇ってきたから、まあ、トントンだね。結果、トントン往来。じゃあ僕のパーティー見せるわ、早速。 どんだけやってるかはこれでわかると思うよ。僕のパーティーこれだからね。この変な化け物みたいな、ヒコリュウさんみたいなげっそりした、顔の青ざめたね。変なやつと、こいつ。これ S ランクだからね、これ。あと、あいつあいつ気持ち悪いなんかこの、あれも S ランクだから、こいつ。気持ち悪い動きをする変な鳥と猿とかが合わさったみたいなやつと、あ、二軸弱、それです。これ。スライムエンペラー、強いぜ、これ。あ、これはまだ強さはあんま分かってないけど。 来た。これ、アークデーモンでしょ二軸弱。これ、ツララスライム。で、一番最初に撮った、これ。僕が一番最初に、ね、無料ガチャで撮ったやつがこれです。デビルパピオンっていう変なガみたいな、これしばらくずっとリーダーでね、リーダーやらせていただいてましたけど。あと、キラーリカント。うんなんかね、全体的に、 僕は気づいちゃったんだけど、気持ち悪いキャラしかいない。ドラクエは。だから僕はこれで、ドラクエの、まあ、限度が知れたというか、やっぱポケモンってさ、そう言うとさ、可愛い,いのとかっこいいのがほとんど占めてるじゃん。ポケモンって。どんな雑魚キャラでもポケモンっていうのは、可愛い,い、かっこいいが全部占めてるから、やっぱワールドワイドで、どんな人でも楽しめる。だけど僕の S ランクパーティーこれだぜ。 これがワールドワイドかつとはちょっと違うんじゃないかなっていうのがあって、なんでこうなるかも僕は知ってるんだよ。これってまだ無課金の S ランクだから。こっから先どん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 上がっていく方にかっこいいのとか人気のありそうなのを多分寄せてるわけよ。すんごい成長させた先に、すんごい S ランク、パズドラとかでもそうじゃん。最初はなんかしょうもない。普通の少年みたいなやつがさ、ゴテ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 いろんなのつけてガーンってなるじゃん。あんな感じで、 無課金からどんどん積んでいった先にすげえいいのをいっぱい多分集めてるからそこを見れるのはハイ課金者だけなんだよ。だから結局課金してないとこんぐらいの気持ち悪いやつしかいないんじゃないかなっていうのとやっぱねキャラデザーがねキャラデザーの人漫画家やってないこれ。一人でやってるよね。そこに国産性のゲームの限界が生じてるというかドラクエが一歩ワールドワイドに行けない。 ま、やっぱ分業制で一人のクリエイティブなんでたかが知れてるわけよ。しかもその漫画家さんって今連載してんのって言ったらもしかしてしてないんじゃないかな。今はもうある程度金が入ってきちゃってもう新たなクリエイティブを生み出す力も全然なくなっちゃって枯渇してるんじゃないかなっていうところがね少し僕は感じるの。どの漫画家さんがやってるかはまだ詳しくは知らないんだけど。 だからこういう風になっちゃってるのかもしんない。やっぱりね、ポケモンは全部分業制にしていて、いろんな人のクリエイティブから出してきて、ワールドワイドに知ってるから、だからそこがね、大きな、実は差なんじゃないかな。ドラクエといえばこの人みたいなのを、一個殻を破らないと、世界に向かっては、いまいちね、まあ、スマブラに勇者が入ったりとか、桜井さんのね、力を持ってドラクエを強引にねじ込んだりしても、そっから一個先、 殻を破ることが難しいんじゃないかなって僕は思うんだけど、とはいえやっぱこのゲーム、僕はミイラトリかミイラになっちゃった方式なんですけど、やっぱね、あの、課金ゲームとしてね、もう、なんていうのかな、壺を抑えてるというかさ、えげつないハイ課金者に、自分ももしかしたらなっちゃうかもしれないなっていう末恐ろしさがあるわけよ。こんだけだったらやっぱすごいわ。じゃあもうガチャやろうか、ガチャ。みんなのためにガチャ残しといたから今日ね、アップデートがあったんだけど、 あの、更新のね、その、メンテナンスの期間が朝10時までって言ってたから、10時ちょ,ちょうどにね、開くぐらい、もう課金したくてうずう、ガチャ引きたくてうずうずしちゃうというか、ひろゆきさんなんかは時差7時間もあるのに、深夜の3時までその10時を待ってたのに、それが延期になった時って絶望しましたとかツイートしてたぐらい、世の中のね、ハイ課金者どもを、もう虜にしてやまないこのゲーム。じゃ、スカウトしますね。これ、竜王ガチャ。これ初めて引くから。 これ、十、連ガチャいいんだよね、これで。さあ、行くぞ。ジェム3000個。今、一応、一万ジェムまで貯めてるからね。キラキラ光ってるのが来たらもうそれで勝ちだから。あ、なにこれあ、これはスタンプか。キラキラ光ってるカードが来たらそれで勝ちです。頼むぞ。今んとこね、でも、S ランクね、3体引いてるからね。頼むぞ、お前。このドジッコのまま、ピンクの。来た来た黄色来た黄色来た 黄色来たあああ !1 個だけゴールドだな、ね。でもまだわかんない。こっからのチェンジがあるから。こっからの、あの、昇,昇格あるから。はい。まあ、ゴミですね。3個目。覚醒ランカップっていうのはもう持ってるやつ。ニューって出てないやつはもう持ってて、ただ単にそいつがちょっと強くなるというだけ。さあ、ゴミですよ。まず1個目ゴミです。こっから急に変わるとき。これもヘルコンドルはもう持ってるからね。 こちらもゴミです。はい。ダブリです。竜王来い。こっから光るときあるからね。こっから、あれ、なんだ、C ランクかと思ったら、あそこから光る、はい、これもね、3個目です。はい、3個目のゴミです。ゴミだからね、おまけにインもらえるけど、そんなもんいらねえんだから。はい、こちらもね、ゴミになります。これも3個目、4個目です。 4個目のシャドウゴミです。二次声格変あるよ。一回やったもん、僕。あ、ゴール。これはね、A ランクか、A ランクか B ランク確定でしょよーし、マッシュスライムかわいいの来た。よし。まあ、これは、とりあえず、今回の報酬として。ま、あいいや。初めてね。初顔が来たから。ジャガーメイジ。はい、これも4個目のゴミです。 てんてはやこいや。あ、なにこれかわいいじゃん、これ。エンゼルスライム。あ、これいいわ。これスライムパーティーに。これはスライムパーティーに入れてやろう。あーまたこいつじゃん。またこのゴミか。悪魔の騎士。これもね、2個目だからな。これも3個目だよ。 これはね、定価でやったら3000円ぐらいかかるけど、あ核変来た昇格来たああ、お前かい一番最初に引いたお前かいお前もゴミだよ、2個目だよ。あー終わっちゃった。結局、新顔が2個。で、ゴミ。これはね、黙ってもう一回やってらんないから、これじゃあ僕は引き下がりません。僕は今ずーっと、 第10章とかまで進んで、ジェム。今日のね、ワビジェムも1500もらったし、ちょっとね、財布の紐が緩くなってるんで、じゃあ本来ジェム買ったらいくらになるかだけまず見せておきますね。本来、この3000で10連ガチャできますけど、このジェムを、本来じゃあおいくら万円なんでしょうと。ジェムを買うとなるとこんな感じですね。1万ジェム買うのにだいたい1万円ぐらいかかる。1万1700個のジェムを買うのに1万円。で、3100。 80個が2940円。つまりは、ま、ほぼジェム1円なんだよ。だけど、ま、ストーリー進めていけばどんどんワビジェムとかもいろいろもらえるから3000ジェムとかいくから。だから、今一応7130ジェムは全部無課金で僕は集めて、まあ、ました。これね、一回これが枯れちゃうと、尽きちゃうともう買うしかなくなってきて、そっからが地獄の始まり。覚醒剤と一緒だから何度も言うように。最初のうちはホイ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 あげといて、 薬漬けにさせてから、喉から手が出るほ、欲しくなって、課金させるっていうのが手口だから、奴らの手口ですから。じゃあ行きます。もう、引き下がりません。竜王欲しいし。行きます。さあ、頼むぞ。こっからもうね、虹色が出てればもうそれで勝ちだから。こっから虹色来いよ。頼むぞ。お前頼むぞ。黄色、まずこっからどういう演出かわかんないけど。あ、なんかハズレ、外れ癖 なんかハズくせうわ、全ハズレです。うわ、今んところ全ハズレです。あー、出たわ、これ。はい、ゴミです。何がシードラゴンズだよ。これも何個目だこれ。これ、ほんとリアルマネーで3000払ってやった人はこれ大変だよ。あ、レモンスライム。これ持ってない。あ、これも僕のスライムパーティーに。スライムパーティー入れてあげよう。 あ、メトロゴースト、こんなの持ってない。まあ、C ランクだけどね。ま、あいいや。次は。あ、なにこれ、スライム防具。こんなの持ってない。あ、僕のスライムパーティーに入れてあげよう。エンゼルスライム、お前はさっき見た。あ、キラーリカント、お前も見た。引かれ かれよ、少しは。昇格しろ。あこのまま惰性でポンポン終わらせる気はねえだろうな。ゴミばっかじゃねえか、さっきから。かれ。ミニデーモン。かれ。ヘルコンドル。 はい、もうやめます。もう無理。でもね、これよくできてるのがさ、結局これって他のゴミのキャラとかも全部上げていくと、全部のレベル上げるとなんかマスターレベルとか、まあ、とにかく細かいところまで手を変え、品を変え、このマスターランクって言って、この、こいつらのレベル上げれば、この全体が、全体が底上げされますよ、みたいな感じで。だから無駄に、一個のキャラも無駄にできないようにできてるのよ。ほんとこれは、 まあ、廃下金中を生むための良質な廃下金銃製造ツールだね。最初は僕みたいにミイラトレみたいにどれどれどんなもんだろうな、エイミング株でね、ボロボロケしてやろうと思って見てやってたら、いろんなスキップチケットとか欲しくなっちゃって、ああ、どうしようかなってこれ。課金のやり方も手を買い品を買いだから、まずこのジェム買わせるですょジェム買わせる課金があって、さらにはですね、タクトポイントっていうのこのゴールド メタルカードを購入っていうのは、これは優勝のジムしか、金で買ったジムでしか買えないやつで、7日間で少し有利にできるっていうのが、まず、これがあるのね。さらにさらにね、月額課金で480円だから払って、月額課金のやつもまたあるんだ。それとは別にね、冒険手形で効率アップ。冒険手形をやっとくと、1日2回経験値クエストができて、さらに超スピードでゲームをオートでできるっていう、 その3本セッ立てプラスですよ。さらにさらに皆さん、まだありますよ。この交換所っていうところでも、えー、特別ゴールドショップみたいなのがあるのよ、なんか。これこれ、セットアイテム購入っていうので、ここも優勝ジェムだけで、この育成応援セットとか、こういうのがあるから、いろんな体系で金を巻き上げる集金ツールが完成しておりまして、それによってですね、 なんとまあ、めでたいことにですね、えー、急上昇ランキング1位に輝きまして、そして売り上げトップに、なんと、もう今3位だからね、ちょ、なん、やめろ、ドラゴンボール特ッバトルインストール必要になっちゃう。ちょ、これ、モンスターストライク、フェイとドラグ、クエタクト。で、プロ野球スピリッツ。っていうね、もうパズドラとか、ポケモン GO とか、ずっと下だよ、今、今、現時点では。っていうですね、めちゃくちゃ出逃げ場ポテンシャルはすごい。 っていうのがあって、いや、これは熱いだろう、だから、株主視線からすると。だから僕は、まあ、リリース時にも、まあ、ね、実は結構、ちょっと前に仕込んでおいて、リリースになるまでガーッと一週間待ってたの。で、ちょっと楽観視しながらも、ちょっと外そうと思って、半分ぐらいは利益確定しといたんだけど、そっからのね、大暴落が怖すぎて、そこで、老売売りとか老売買いとかしちゃったから、余計な損失を増やして、 で、結局、ぽ、トントンなんだよ。だけどまあ、僕はこの先、まだ一応エイミング持ってっから、この先の、決算までの、今度は、まあ、リリースまでが一つ目の、まず、頂点だと。一つ目の山がリリースだとして、僕はもうこのポテンシャルは自分でゲームやって、これとんでもねえゲームだなっていう、とんでもねえゲームというか、集金ツールだなっていうのを、確信したんで、ここまで徹底して作り込まれた集金ツール、他にねえっていうぐらいの、 凄さなのよ。やればわかんの、だから。僕みたいなプロゲーマーは、やればそれがどんだけ、ドラゴンコロニーズみたいなクソゲーがあったじゃん。ああいうのってもうやった瞬間に、これ、その、全然かゆいところに手が届かないよっていう、ダメダメ、ね、こんなんじゃ。どっかどっかで見たような、キーカジットような情報を、表だけを見て全部入れてるけど、その肝心のその触り心地っていうのが、全然なってないじゃないか。なんだからってみんな投げるでしょ。 そしたらそんなんダメなんだよ、そんなゲームは。もうなんかもう、表しか見てない。側だけを真似しましたっていう。こっちは違うのも、徹底的に作り込まれて、もう誘導とか何から何まで、その、無駄がないというかさ、確実に作ってきて、このだとか、例えば、このキャラがダブったらこういう状態になって、で、こっちでこういうものを増やせば、このキャラクターがパワーアップすると。 ただし、このキャラクターがパワーアップされ、そのアイテムを取るためには、このアイテムが必要でっていうのが、全部が無駄がなく繋がって、綺麗にまとまってるの。だからこれは、やっぱやってて、そこまでストレスがなく、スルスルスルス、なんか、お金払っちゃいそうになっちゃうの。おっと油溜まれて、もう、いやーこれ、やった方がいいな、ね。 これっちの方が得だよな、みたいな。これ、課金した方が得だよなっていう <laughs>、その、課金した方が得だよなってないんだよ。事実として、普通に遊べてるゲームで、課金した方が得だよなっていうセリフを吐かせた時点でやばいんだって、これ。で、まあ、いろんなイベントとか、早速ドラクエ1イベントぶち込んで、僕たちノスタルジックに浸りたいドラクエキッズどもを、いい国にさせてっから、最初のあの、ドラクエ1のラダトームのさ、 あの、竜王の城が見えてるあのマップに急に飛ばされてさ、とんでもないよ、これは。いつものやり口なんだけど、ドラクエウォークとかでもあったような、まずはドラクエワンでイベント打って、で、当時のあいつらを全部ぶっこ抜きしようっていうさ、天才だね。<laughs> 天才。だからもうしょうがないよ。これはもう僕は、もうちょいエイミング株、ストロングホールドを決めたよ。もうターゲッティングが間違ってないからさ、 結局国内の僕ら世代のドラクエマニアのちょっと金が余ってステイホームしてるやつらなんだよ。まあ僕はでもまだ課金してないからね。とはいえ課金してませんから。で、だんだんそうなんで、竜王、竜王の変化バージョンとか、まず弱いボスから行って、徐々に徐々にバラモス、ゾーマとか、あの辺がこうガン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 来て、これは遅、末恐ろしいゲームが出たもんだ。どこまで続くかだけどね。 まあでも期待は、期待だということで、今はなのでドラクエタクトを結構熱心に。だってね、その、日が変わるのが楽しみになっちゃうからね。日が変わって、デイリークエストが復活して、いろんなのが復活するわけよ、日が変わると。それが、ちょっと楽しみになってるっていうね。大の大冒険とコラボ。うわー、これから先あるよな。いろんなコラボとかもあるのこれ。ドラクエワールド出ちゃうこととかあんのかいやー、やばいね。これ。